赤座は赤座か赤座族の一年草。畑の縁や空地などに多い雑草。新芽の赤いのが赤座で、白いのが白座と呼んでいる。地方により赤座、んべ草とも呼ばれている。英語では鶏の餌にするため、ファットヘンなどと呼ばれる。中国植物名は赤座と呼ぶ。世界中に広く分布し、比較的乾いた荒れ地等によく見られる。 日本では北海道から沖縄まで全国各地に分布し、二十歳、荒れ地に最も普通に見られる雑草として自生する。一年生の草本。茎は直立して縦に筋があり、秋には木質化する。葉は肘状卵型で赤紫色、または白い粉をつけたように見える。花器は9から10月。花は茎の先が枝分かれして、葉液や枝先に、 黄緑色から緑白色の小花を水上に蜜につけ、平たい円形の果実がつく。花には花弁がなく、花皮片はここある。果実器の花粉は赤みを帯びる。果実は放火で、花が終わった後に閉じた角片に包まれ、五角形に見える。花皮は膜質で薄く、一個の種子を包んでいる。種子は平べったい円形で、計1ミリメートルほどあり、黒色で、 つやがある。成長が早く、高さ1メートル程度に達し、特に窒素分の多い土地にはよく育つ。風媒花であるため花粉が飛散しやすく、アレルギーの原因になる。赤座の葉を植草とする昆虫に、亀の子葉虫がおり、植根のある葉を裏返してみると、扁平な成虫や、採用虫を彷彿とさせる形態の幼虫がよく見られる。赤のは赤い粉状の微細な粒に覆われ、 未熟な葉の細胞を遺伝子を傷つける紫外線や光合成に使い切れず、葉緑素から活性酸素を発生させて組織を損傷する原因となる過剰な光のエネルギーから防御しているが、この粒が白いものを白座と言い,い、こちらの方が多く見られる。種としての白座は世界的に広く分布し、分類学上は普通、赤座を白座の一変種としているが、 様々なアッシュや変種があって、学名としては、C ・セントローラブラム、C ・アルバム・バリエーション、マイケラ・フィリム、C ・アルバム・バリエーション、ミッソ・ーリエンセ、C ・アルバム・バリエーション、スティーヴィン・サイ、C ・アルバム・サブスプ、ストライートム、C ・エイス・リフ・オリアム、C ・ゴガンテム、C ・ジェニス・ジェンス、C ・ランキアラトム、C ・ピダンキアレア、C ・プロブスタイなどが用いられる。また、同族の多種、 シーアプヤリフオリアム、シーストリクトム、シースーシカムと容易に交雑する。畑の雑草として駆除されるので好んで食べる人は少ないが、葉は茹でて食べることができ、同じ赤坂のほうれん草によく似た味がする。臭酸を多く含むため生食には適さない。チャットして飲まれることもある。種子も食用にできる。赤座の鉱は粗末な食事の形容に使われる。 茎は太く硬くなるため杖の材料にもされ、赤座の杖は最高級とされる。薬用部位は前層で、日本では小薬名はなく、中国では薬物名として赤座と呼んでいる。喉の痛みや成長の民間薬として赤座の前奏が用いられるが、白座は薬用に用いない。慶用は4から7月のなるべく赤くて柔らかいものを採取して、 天日乾燥して調整する。喉の痛み取りに乾燥させた、慶應追二十 20g を水 500cc で煎じて3回に分けて服用する、用法が知られている。下痢には追五グ 5g を水で煎じたものを3回分布し、湿疹のかゆみには追立十 10g を水 600cc で煎じた液を冷まして、1日3回ガーゼに浸して患部に塗る用法が知られる。 また、商用の絞り汁は、毒虫などに刺された時塗ると、痛みが止まるとされ、普通に、商用の汁をガーゼに含んで噛んでいると良いと、言われている。腸、皮膚、歯肉の熱を冷ます薬草であり、妊婦や胃腸が冷えやすい人への使用は禁忌とされている。赤座族は、赤坂の族の一つ。ありがとうございます。